はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。石黒様、高島様、小川様、久保田様、大野様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、武蔵の親父様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。2022年今年の活動報告、1月2月抗がん剤治療でひっくり返っておりました。私の場合のあの副作用がですね、腹が猛烈に痛い、下痢の時の、もっと強い、下痢のような痛みが一日中続くという副作用が、出まして、何も食えずに1月2月、まああの12月に開始したんですけれども、3ヶ月にわたる抗がん剤治療で、2月下旬20日ぐらいまでひっくり返っておりました。2月25日殺害予告の被害届を巣鴨署に出しに行った、去年8月の投稿だったこともあり、結局犯人は突き止められなかった。去年8月に書き込まれた、私をガイスという、投稿なんですけど、2月まで全然気がつかなくてですね、せっかく脅したのに私が怖がらずにすいませんでしたねみたいな感じなんですけど、なんかネットカフェみたいなとこから書き込みしたらしくてですね、そうするとですね、ネットカフェの回線って一つじゃないですか。その時にいた複数人の特定ができないということで、まあ、個人のスマホからなんて投稿しとですね、すぐわかるんですけれども、まあ、突き止められなかった。3月20日、池袋で拉致被害者、署名活動いたしました。3月23日、豊島区委員会本会議、3月24日、耳鼻科で精密検査、どうも抗がん剤やって耳遠いんですよねって言って相談して測定してもらったらですね、高齢者型の耳が遠い宣告をされました。高音部が聞こえなくなってますね。これは高齢者に多いタイプの耳遠いです。まあ多分抗がん剤の副作用なんですけれども、稀にあると、治るかもしんねえし治んねえかもしんねえって言われちゃって、今でも治っておりません。3月27日池袋で NHK スクランブルデモ開催、4月12日環境戦争委員会、4月15日副都心開発委員会、4月某日、せっかくな日時忘れちゃいました、メール党員さん募集開始、5月4日渋谷でスクランブルデモ開催いたしました。初めて渋谷ね。この時99,900円、公演資料料払ってですね、今はコロナじゃなくなったということで安くなったんですけれども、3倍取られた、コロナだっちゅうことでね、なんでか知んないですけど占有面積1人当たり、が広くなったせいですね。5月11日環境清掃委員会、5月14日議会報告会、豊島区民向け、5月16日副都心委員会、5月17から19日このままでは顎に穴が開くと言われ、埋没親知らず抜歯手術で、2泊3日で入院しました。舐めてかかってましたけれども、全身麻酔の大掛かりなものでした。ここに穴開くよって言われちゃうとしょうがないですよね。これこうがんの手術の時発見されちゃったやつなんですけど、なんか歯ガタガタだと手術できないらしいですね。麻酔できない、気管チューブ入れる時に歯抜けて肺に落っこってったら大変だみたいな、まず大きな手術する前は歯の治療してですね、歯槽膿漏なんかもダメだ、そういう細菌が多いものを抱えた状態で手術できないということで、がんの手術する人は歯も検査されるんですけど、6月3日副都心開発委員会、6月13日、参院選出馬記者会見都庁で行いました。6月14、15、本会議、最後の一般質問、外国人生活も反対、言ってきましたよ。6月某日、政見放送収録に初めて NHK 内部に行きました。その時のプロデューサー、私も獣医なんですよ。なんで NHK やってんのみたいな。6月22日、参院選開始、区議会議員自動失職、7月8日、安倍総理不法大職。なんじゃおりゃー、まるで松田優作のジーパンデカが殉職した時みたいな、ショックでした。まあ若い方知らないと思いますけど、
7月10日参院選投票日、東京選挙区で 46,641 票獲得、34人中15位で落選。パッ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 パワワワワワワワ。まあね、あれでしたよ。まあ精一杯頑張ったんで、悔いはないです。それが私の実力ということで。7月下旬、日本は超個体である。出版。8月15日、メール党員さん限定、靖国商店参拝、懇親会。8月20日、伊勢神宮へロケット参拝。9時間バスに乗って行って、現地で6時間参拝して、9時間またバスに乗って帰ってくるっちゅうですね。超特急ですね。9月11日、メール党員限定、新宿西口拉致被害者署名活動。10月2日、渋谷スクランブルデモ開催。10月10日、メール党員限定、高田馬場拉致被害者署名活動。11月23日、スクランブルデモが雨天で中止になってしまいました。急遽12月4日に、渋谷スクランブルデモ開催。12月29日、メール党員さん限定忘年会と。この合間合間に、各支部をめぐってですね、政治活動をやってました。これも結構回数やっております。大塚だの、富士見野だの、越谷だの、浦安だの、世田谷だの、江東区、亀戸だの、行ってやっておりました。視聴して、くれる皆様のおかげさまで、バッシュ入院の3日間と、伊勢神宮ロケット参拝以外は、1日も休まず動画をアップできました。ありがとうございます。山上を擁護するテレビ新聞と安倍側が許せん。来年も地道にデトックスジャパンいたします。リアル活動や特に統一戦頑張って、まあ、支部長の応援と、どうしたら票取れっかな、いうのを考えてですね、スクランブルデモも来年もやります。なんでかっていうとですね、中の人情報が最近ありまして、NHK はスクランブルという言葉が世間に浸透することを事態を恐れている。なのでスクランブルデモは絶対報道しない。民放は取材して放送してもいいんだぜって思うんですけど、まあまああいつら仲間内で談合してんのかな。スクランブルにしたらどうなるか調査した。その結果は当時の会長を青ざめさせるに十分なものだった。売上半減不可避と、売上が半分以下になってしまう。 NHK は崩壊する。お膝元の渋谷でデモをされることを非常に嫌がっているだそうで、中の人情報、来年もやりますよ、スクランブルデモね。昨日浦安でコラボが、凱旋やってまいりました。 Twitter 内では盛り上がってますが、外で叫ばれるのは嫌でしょうね。外で叫ばれるの。ツイッターやってないね、おじいちゃんおばあちゃんにも知られてしまうしね。不特定多数に知られてしまうから、外でコラボが言われるのは嫌でしょうね。コラボ擁護派にですね、殺害予告された人も十数人いるみたいですけども、こちらはまだされておりません。気がつかれてないのかな。私、外でコラボが言ってますよ。擁護派の皆さん、気がついてください。コラボに保護されてたという女性が暴露。まあ物証はないんですけれども、まあツイッターに暴露しておりまして、それによればそんな事実はないのに暴力親で鬱になり働けないからと嘘ついて生活保護もらってこいと言われた。嘘つけって言われた。そんな、鬱でもなんでもねえのに。病院に行っておらず、診断書もないが、受給できた。これなぁ。そんなことある？家賃補助は上限いっぱいもらってこいと言われた。家賃7万円のマンションに女の子3人で暮らしていたが、それぞれから7万円徴収していた。これの原資は、生活保護の家賃補助ですね。生活保護費は自分の個人口座に入金された全額引き出してコラボに渡していた。金の管理はコラボがやっていた。コラボカフェの手伝いをすると日当が出たが、それは申告しなくていいからと言われた。で、小遣いになった。生活保護の方ってですね、まあまあ月5万円とかアルバイトできたりなんかすると、5万円アルバイトしましたって申告して、生活保護費から、そっかーって言って、5万円抜かれて、渡されると。そういう風になってるんですけど、黙っとけ、みたいな感じなんですかね。疑問点。家賃7万で
都内で 3LDK のマンションはないって思われるな。豊島区のあの 3LDK のマンションの相場調べたことあるんですけど、まああの16万とか17万とかでした。平均的にはね、21万の家賃で頭割りだったかもしれないな。都内もまあ足立区とか荒川区とかならあるのかな。あとはあの八王子とかあっちの方行けばあんのかな。で、家賃7万円、本当に7万円だとしたらですね、3人住まわして、それぞれから7万円取ってた。したら14万、ポッポないまいない、できますね。ポッポないない。一人一人が家賃補助もらってんだから。それ、取り上げたらさ、で、一部屋に3人住まわしてたらさ、2人分浮くじゃん。ポッポないない。お小遣い出して保護少女をコラボカフェの手伝いとシールズの手伝いをさせていた可能性。奥田亜希の父親はコラボの理事でした。うろ覚えです。死んだじゃないのに生活保護出しちゃうのは役所もグルか、コラボのバックの共産党議員が同行したか。ニート無能自身もですね、共産党の議員さんに同行してもらいましたって、投稿歴ありと。相変わらずテレビ新聞は一切報道しないですけど、JB プレスさんというですね、ジャパンビジネスプレスかなが記事にしておりました。記事の要約です。裏付けのない支出や過大な経費計上、大項目間での、秘書経費の移動、これなんか大項目、まあ車両関係とか消耗品関係とかその間の移動はないっちゅうんですけどね。予算計画と寸分たがわぬ経費実績。こういうのはですね、すり切り実績報告って呼ばれて、普通に粉飾決算って判断されるんだって。すり切り実績報告ね。コラボの帳簿を作成したのは、公認会計士、矢崎めはえさん?わかんねえ。読めねえ。て方、矢崎さんって方、会計士協会から処分対象になるかもね。そういえばツイッターのアカウント消してネットからいなくなってるな矢崎さんな。ひまそらさんがコラボ弁護団に名誉毀損で訴えられたことを朝日毎日東京新聞が報道していた、書いていたが、刑事事件でもない一民間人の民事訴訟をなんであんなに大きく取り上げんのというようなことが記事の要約です。ネットの話です。カルト宗教よりやばい。車両関係費にユニクロのレシート。ユニクロって車両関係のものなんか出してたのかっていうですね。なんかドライビンググローブとか手袋がドライビングに必要なんですとか、まあ、そのぐらいだったら売ってそうですけどね。どうしてマスコミはだんまりなのか。お腹周りで報道しない自由を発動。テレビやプロ市民の不正は不問。税金中々仲間、なんだろう。これ逮捕者出る可能性あるよね。疑われた側が証明しないといけないんじゃなかったっけ。辻元がそんなこと言ってましたね、かつてね。売春禁止とか、パパ活禁止とか、泣き叫びながら、覚醒剤牧師とコラボって少女斡旋していた疑惑。記者会見で弁護士並べて、ミスも不正も一切ない。東京都のお墨付きだ。リーガルハラスメントって吠えちゃってるから、もう不正を認めて謝罪できない。公金入ってる組織は、決算報告プラスメイン講座もオープンにすべき。家出少女を左翼活動に動員してるらしいね。試験なんですけど、まあ、車両関係費にユニクロの領収書出してたのか。まさかこんなことになるなんて夢にも思ってなかった。他も超ずさんなんでしょうね。これ監査入っても説明できねえでしょうね、きっとね。いちいち領収書取ってやるとも思えねえし、公認会計士の矢崎さん、明らかにまあ同志なんでしょうね。でなきゃね、毎年医療費が同額なんてことを見逃すはずがないもんな。それでも何かコラボのメンバーは予定通りに怪我したり、風邪ひいたりできる超能力があるんでしょうか。そっちの方がすごくない？そっちの能力使った方が金儲けできるような気がするな。と、関西、不当な会計がある。
再調査を、都に勧告しましたけれども、再調査でですね、不当な会計をですね、領収書出したりで合理的に説明できない場合と、これがですね、不正な会計にグレードアップ、刑事罰の対象になるで、公金横領とかね、コラボメンバーですね、留置所や拘置所に入った経験あるかな。入れられた直後は呆然自失、慣れるまで5日ぐらいかかるよ、ちくわの弁当食いながら。再調査のまあ続報待ちなんでしょうけれども、全国にあると思われる似たような団体の関係者は今冷や汗ダラダラでしょうね。まあ年越しどころじゃねえわな。神奈川コラボ、神奈川のコラボみたいな団体、千葉のコラボみたいな団体、埼玉のコラボみたいな団体、大阪のコラボみたいな団体、住民の皆さん、住民監査請求出してもらえませんかね。これこの通り、やり方はひまそらさんがツイートしてますんで見習ってね。私は都民なんで、もう出されてますから、ひまそらさんが見守るんですけどもね。というわけで今年もお世話になりました。来年も党ともどもよろしくお願いいたします。メール党員さん大募集であります。立候補してくださる各支部支部長さんも大募集であります。あとよかったらチャンネル登録、してください。たまにしかお願いしないんですけれども、チャンネル登録するもしないも自由なんで、まああんましお願いしないんですけどもね。どちらもですね、動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録、メール登員ご登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。